指宿市山川。この港町は昔から水産業が盛んで、カツオの水揚げ量が多いことで知られている。またそのカツオを加工して作られるカツオ節の最高級品、カツオ本枯れ節の生産量は日本一を誇る。指宿市役所山川庁舎を取り囲んでいる石塀は江戸時代の頃のものである。かつてここには山川郷の政治を司る地頭狩屋があり、この土地の政治の重要な役割を担った。またこの地域に多く見られる石棺島は、かつてこの港が日本の南の玄関口であったことを示している。この地区で踊られているのが山川砂取り節。もともとは大漁を祈願する砂取り節を歌い生やした沖江祭りの故事に由来する。山川砂取り節はこの砂取り節を再編したもので、作詞作曲そして踊りの振り付けをすべて行ったのが竹原京之助という人物である。竹原は番所花にあった宿泊施設に泊まり込み、そこから見える山川港の様子や鰹節製造の様子などを歌詞や踊りの振りに反映させ完成させた。昭和43年明治100年記念式典に合わせて歌と踊りが披露された。この踊りそのものはすごくメリハリがあって、蹴り出しとかして決めるところは決めるっていう、初めての方は難しいとおっしゃるんですけど、やりだせばそれはもう楽しくって、みんなの山川の家を残してあげたい踊りだと思います。やっぱり原型っていうのは引き継いでほしいから、ぜひ頑張って皆さんで盛り立てていってほしいなと思います。練習は福本公民館で行われる。地域の祭りや催し物で披露される際に福本天神下婦人会の皆さんが練習を行っている。2年前に六月堂の踊りを踊るんですけど、その時に田中先生が今年はこの踊りをやろうということで、はい、それで知りました。とにかくこの地域というか山川でできたの踊り曲ですから、だいたいずっと将来ね、実際子どもたちからおじいちゃんおばあちゃんまで踊れるような感じで残ればいいかなって思います。今婦人会というところに属してるんですけれども、天神下婦人会ですね。そこの中で福本区の行事としていろんな行事があるわけです。それに合わせて婦人会で出し物をしないといけないということになりまして、その時に私がたまたまその天神下の婦人会に入ってたもんですから、指導者っていうような形で母とか妹が来てくれて踊っていったような感じになって、今は篠原育代さんに教えていただいてる形で、篠原さんももちろん竹原先生のお弟子さんだった方です。その明治100年をする時にはもう、町全体を挙げてっていうような形でしたので、まあ、すごく港祭りのパレードとかそれからそういうのですごくたくさんの方がいっぱい踊っていらしたんですけれども、なかなか港祭り自体とかってそういうのでこう人数が少なくなってきた関係で、天神下としては地区のお祭りとかそういう行事だけに関してとりあえずは踊らせていただいてるっていうような形になってます。今は天神下婦人会だけではなくて、福本の寿会とかそれから、山川伝承会っていうグループもありまして、その方たちも少しずつちょっとアレンジをした格好で踊ってます。でまた山川小学校の運動会なんかでも児童がマスゲーム形式でですねアレンジした格好で
曲に合わせて踊ったりしてますので、ずっと昔からある歌ですので、まあ新しいといえば新しいんですけれども、それでもまあ40年ぐらい経ってますので、その曲を大事にして踊り自体をずっと残せていけたらなっていうような形で皆さんそれぞれ思ってやってくださってると思います。もちろん私たちもそのつもりで残していきたいなと思っております。はい。衣装は波の模様が入った浴衣、足袋、赤い帯、そしておけさ傘を着用する。また海を連想させる青地に山側のシンボルカツオとツマベニチョウの模様が入った衣装を着用する場合もある。山側砂取り節は流し踊り、もしくは半時計回りの和踊りで踊られる。踊り出しのタイミングも最初の歌の歌い出しの部分と決まっている。踊りの振りは網を投げる所作、かつお節を作るためにかつおの頭を切り落とす所作など、威勢の良い漁師やかつお節製造職人などの様子を表現している。Thank you.
歌詞は当時の山川の様子が分かる内容となっている。この歌が作られた昭和43年頃、この地域は漁や鰹節製造がとても盛んだったことを示している。婦人会っていう、まあ、地区だけでは地域だけではちょっと狭いので、人数が少ないので、全体的なものとしてまたこう何かの機会の時に皆さんでこう踊る場所を設けたりして、もっと輪が広がっていけばいいなっていうような形では思っております。なくしたくない踊りだなと思っております。はい、指宿市山川に伝わる山川砂取り節、山川港の歴史と伝統を後世に伝える大切な踊りの一つとして、これからも受け継がれていくだろう。